ドロソフィルムは、スペイン、モロッコ、ポルトガルに分布する植物の一種である。粘着式の食虫植物で、両面の繊毛から分泌する粘液で昆虫を捕らえ、消化吸収する。ポルトガルには、ピネーロ・バボソ、スペインでは、ロシリー・ポルトゲス、レガなどの名がある。約250種知られている、粘着式の食虫植物中では屈指の大型種で、ある。ユッカの葉を、 糸場毛線ゴケに置き換えたような創始を持つ。学名は、ドローサーフィリムルサイターナカム。俗名は、ロー、ハ、種ョ名は、ポルトガル産を意味する。リンネの、スピーシーズ・プラントラムにおける元気祭は、花に5本のおしべと5本のめしべを備える植物の一族、俗、毛線ゴケ属のドラオースラルサイタニカであった。クロンキスと体型などでは、毛線ゴケ化に含めたが、 APG 植物分類体系では一族一種で、ドロソフィルム化を構える。和名はイ、犬イシモチソウ、イシモチソウもどきなどがあるが、イシモチソウや長場のイシモチソウより、はるかに大きい植物なので、実体にそぐわず、全く使用されない。主に海に近い乾燥したアレチアがけで、一年を通して成長する、多年生草本あるいは低木。日当たりの良い場所を好む。 海無から必要な水分の一部を調達すると言われている。茎は木質化して1メートルを超える。脇芽が何本も出て分岐するが根元でも直径1.5センチメートル程度しかないので上部が重くなると倒れることが多い。倒れて地面に接触しても発光は見られない。また、地下部が新しい茎を出すことはない。根は発芽直後は一本だがやがて細かく分かれて地中に、 伸び広がる。葉は長さ3 0トル幅0 5トルの線上で、断面は U 字型ない資源の中心が大きくくぼんだ。半円形、茎に密に固生する。茎の先端で中心の反対側つまり外側に小さなコイルを形成していた葉は順番に大きくなり、伸長を始める。伸び切った直後は円直に立っているが、内側に、 次々新しい葉ができるにつれ次第に押し荒られて水平から下向きになる。枯れても茎から脱落せず多数が長期間残って腰ミノの様相を呈する。生きている葉の数は一本の茎で数十に及ぶ。昆虫の目には粘液を帯びた葉は紫外線を吸収する枯れ葉を背景に輝きが一層際立つと考えられる。専門は 先端が半球型で赤く濃いるの側、断面で言うと、円弧の側に並ぶ。家計や、津と、額にも多数の線毛があるがごく小さい。線毛とは呼び難いもがら栓もありこれは、葉の内側にも見られ、刺激を受けて、初めて酸性の消化液を分泌する。補充しても、網線ご継族のような用心や、線毛の屈曲は発生しない。 線と粘液から人間にもはっきり嗅ぎ取れる甘酸っぱい匂いを放ち、多種多数の昆虫を捕らえるが、おびき寄せられる中に猫も含まれるという報告がある。猫を消化吸収したという報告はない。家計は春に茎の先端から上がり何度も分岐する。短い葉をまばらに数枚つけることがある。花顎弁からなりレモン色で直径4センチメートル弱。 湯水は10本以上あり、火中は5つに分かれる。とを伴い家計の先端で上向きに咲く。果実は、果てで、長さ3センチメートル、半透明の細い五角水で熟すと先端は、劣化して反り返る。種子は、果実1つにつき20粒以下、長さ3ミリメートルで黒く形は、洋梨や一軸の実に例えられる。日本には、大正時代末に導入された。 栽培困難というのが定説であったが、最近では容易という意見も多い。往年の栽培家の何人かは、諦めて打ち捨てた植木鉢で、いつの間にか発芽しているのを見出した経験を、記している。出資の寿命が長く、乾燥に強いことが伺える。園芸店での入手は困難であり、個人間取引が、主なネット通販で入手が、主な方法となる。 日本では3月に種をまき、初川にから3週間ほどかかる。植中植物としては、乾燥を好み、用土は、水苔ではなく気流イサゴか、カヌマドと赤玉土の混合を用いるのが、一般的である。根が弱いので植え替えには不向きであり、著しいダメージを与えるとこしする。あらかじめ5号鉢等に3から5粒ほど植え付けて、あとに1本で選抜する方法をとる。 一部園芸家の SNS によると、紙でできた土と同化するポットにハッシュし、それをポットごと鉢に植えるという方法を紹介している。置き場所は、日当たりのいいところがよく、粘液の光沢で虫をおびき寄せて、補充を行う。鉢の底に受け皿を置き、さらにその下に木材やレンガを置いて3センチメートル以上の隙間を取り、地面の高温が鉢に伝わらないようにするといい。 最善なのは午前中いっぱい日が当たり、午後から日陰になるようなところである。夏場の西日は植物にダメージを与えるので注意する。当時は、とかの概念がなかった。当時の盲線ゴ家族は、前後種。本種、盲線ゴ家、アフリカ長場盲線ゴ家、長場の石持ち草の4種に加えて、長場の盲線ゴ家と、長江盲線ゴ家が一種とされていた。 B.E. Juniper ーート t l Zaka n i b o ラ a s Plants アカデミックプレス1989年ガーデンライフ編植中植物成分同進行者ガーデンシリーズ1979年鈴木吉五郎植中植物取り方食仕片鹿島書店1957年山川学三郎植中植物保育者カラーブックス1978年ありがとうございます